ということでね、アポリアが解禁されました。皆さん聞きましたでしょうか。僕も聞かせてもらってね、やっとアニメも見れるなという感じです。夜の時間です。お願いします。改めましてこんばんは、猫背です。こちらの配信はヨルシカファンのヨルシカファンによるヨルシカファンのためのラジオ風動画となっております。お願いします。また期間が空いてしまいました。気づいたらもう10月ですね。はえ、いやー、なんかね、前回が9月の投稿で、そっから 2週間かなぐらい経ったんですけどね、まあ、ちょうどこう秋口に入ってくるタイミングで、もう岩手県は気温もガクッと下がってさ、で、猫背さんはあの鼻炎持ちなんでね、あの鼻水くしゃみが止まらず、ダラダラ生活しておりましたというところでございます。皆さんは体調崩しないですかね。いや、もうきつかった。しばらくきつかった。アレグラを飲んでるね、本当に。何かのまあアレルギー反応なのかなっていう、なんだろう、まあちょっと思い込みもありつつですけど、まあなんか薬飲んだら少し落ち着くんでね、なんとかそれで耐えてますけどもね。で、まあ冒頭も話した通り、ヨルシカの新曲アポリアがね、フルオンエア、フル解禁、配信スタートということになりまして、僕もね、動画でリアクション動画っていうのを撮らせてもらいましたけども、まあいいね、いいね、本当にいい。なんだろうな、でもあのテンポ感と音域ってやっぱ初めて聞くような感覚があったね、俺はね。あ、こういう曲もあるんだみたいな、新しい発見じゃないけど、なんか驚きがありました。で、歌詞もね、長い夢とか、まあ、インクとかね、気になるワードっていうのがたくさん出てて、あとはまあだから月光浴がいろいろ関連性高いのかな今回はっていう風にね、あの思って聞いてました。だからそういう意味でも次のアルバムがね、すごいどうなんのかなっていう、まあ楽しみもありつつ謎はさらに深まってるというような感じでしょうか。で、これはね、ちょっとざっくり予想だけど、次回のその10月もうね始まりますけど、前世2024のライブでアポリア入りそうだよね、歌詞の感じからしてもね。なんかそんな気がしてますけどね、どうなるんでしょうか。また気になる曲増えたね。っていうか、まあそういう、まあなんかヨルシカをより考えていくみたいな、あの度外視にしてもシンプルに好きな曲調でしたね、個人的には。いや、よかったな。でね、ちょっとこの期間が空いてる間にだけど、あの月と猫のダンスのね YouTube 公開っていうのもありましたね。僕がね、あの同時視聴枠やりまして、その1週間後ですかね、あの解禁されて、僕もね、あのプレミア公開聞いてましたよ、あの料理しながらね。いや、でもやっぱすごいね。何回見てもあの月と猫のダンスの世界観っていうか、あれはすごいね。いやー、どん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 ね、こうヨルシカの情報がアップデートされていっている中ですけども、またね、このラジオの後半ではその月と猫のダンスの感想っていうのをね、あのコメントでいただいておりますので、そちらは紹介させていただこうかなと思っております。でね、あのまあ前回かな、前回の月と猫のダンスじゃないよ、この夜の時間の方でね、美術館行ってきましたよっていうお話させてもらいました。まあ猫背の今年のっていうか、今後と、まあ今年か、今年の秋のこう一つのテーマじゃないんだけど、まあなんかいろんなものをね、初めましてのことやっていきたいなっていう気持ちが結構あって、でそれでね、人生初めて前回は美術館の方に行ってきたんですけど、今回はね、すごいよ。いや、すごくないけど、インドアの私ですけどね、猫背さん。今回は、草ソフトボールに行ってきました。何それ。草野球じゃなくて、草ソフトボールに、行ってきましたね。うちの彼女さんの友達に誘ってもらって、ちょっとなんかまあ、そういうのあるから、ぜひ猫背くんどうってことで、
ってきましたよ。まあ猫背さん小中野球やってて、でまあ下手ではないけど、まあレギュラーでやってたぐらいのね感じで、ただまあ高校野球はやらなかったよみたいな人間なんですけども、初めてやったねソフトボール、しかも公式球、だから黄緑色のボールで、すごい硬いボールなんだけど、それでねやってきましたよ。試合もなんか出させてもらってね、助っ人でよかったらうちどうですかって言ってもらって出てきましたわ。いやだからね、今これ撮ってる時も体バキバキなんだけど、こんな感じ、写真載せます。はい、まあ、こんな感じで僕左バッターなんですよね。はい、でなんとなんと、まあまあその速い球投げるというか、もうなんだろう、点取り勝負みたいな感じで、そのピッチャーもそんな凝った球投げないみたいなルールになってるんですけど、なんとかホームランも打てましてねなんとかホームランも打てまして、でこうチームメイトの方々も、まあちょっと世代は上の方々なのかな、すごい優しく接してくださって、みんなで「みたいな。でなんかまあ新参者っていうかね、どこの誰だよみたいな僕にもね結構声かけてくれて、でなんか野球の話したり、ね、なんかナイスマッチっすねとかって言って、ありがとうございますみたいなとか、こういろんな交流ができてすごい楽しくて、なんか結構休みの日家で時間潰しがちだったんですけど、あこういう時間っていうのもすごい素敵なもんだななんて思いました。でまあホームラン打った後、まあ俺現役で打ったことなくてね、小学校中学校で初ホームランだったわけ、まあ、草ソフトボールとはいえ、で初めてダイヤモンドをゆっくりさ一周して、うわ気持ちいいなーと思ってベンチ帰ってきたら、みんながさこう出てきてくれてて、ハイタッチみたいなさせてもらってさ、なんかすごい素敵な時間だった本当に。やばいマッチとかって言って、みんなでこうハイタッチしてさ、イエーイみたいな、すごいねとか言ってもらって、もうホクホクでね楽しませていただきました。いやーやっぱ野球はいいね。なんかまあ一つのスポーツにみんなで取り組むっていう楽しさをなんか忘れてて、猫背さん高校ではバドミントン、まあ高校大学とバドミントンやってて、でまあ社会人になってからもちょくちょくバドミントンやってたぐらい の適当な人間なんだけど、やっぱバドミントンってさ1対1のそのまあ体当たり勝負みたいなところある、怠慢だから、なんかもう楽しさじゃないんだよね、こう喧嘩に近いというかさ、もう自分のミスもいいプレーも全部自分の責任でやるみたいな、そういうなんか孤独な戦い、まあそれが面白さでもあるんだけど、なんかその野球の楽しさとはまたベクトルが違かったんだなっていう気づきがあってさ、なんか野球やっててこう他の人がさいいプレーしたりだとかいいバッティング、さ例えば俺以外の人もホームラン打ったりしてたんだけど、そういうの見るだけでもさなんか嬉しくなるっていうのはすごいことだなっていうかね、他者の体験が自分のこう興奮となってこう消化されるっていうのはさあんまりないことじゃない。だからチームスポーツならではだなと思ったし、まあさらに言うと野球みたいに一つ一つの結果がこう区切られてる、なんかやっぱサッカーとかだとずっとさ動き続ける中でのゴールだったりすると思うんだけど、野球はやっぱワンプレーワンプレーが止まるから、そういう意味でもなんかそういうなんか嬉しさとか楽しさとかそういう興奮っていうのを共感しやすいスポーツなのかななんて思いましたね。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったんだよね。だからなんかまた来月もやるってことで機会あったら行こうかなと思ってて、でなんか試合終わった後になんかおじちゃんに声かけられてさ、で君とかって言われて、おはい何ですかって言ったら、なんか軟式野球とか興味あんのとか言われて、よかったらうちのチーム遊びに来てよとか言ってもらっちゃったりしてさ、嬉しいなと思って、なんかこうやって人の輪がねこう広がってくっていうのはやっぱ25歳とかっていうその、まあ、僕26になりましたけど、その社会人になってからっていうのは実は広がりづらいものだったりするし、なんか嬉しいなってとにかく嬉しいなってなってましたね。
ありがたいですね。だからちょっとこういう新しい体験をするっていうのは非常に有意義だななんて思いましたんでね、またこう夜の時間でご紹介できるようなねお話があればどんどんしていこうかなというふうに思います。すいません、野球興味ない方もきっといるんでしょうけど、いやちょっと野球の話しちゃった、ごめん。なんかうちの彼女もさ見に来てくれてたんだけどさ、どうだったんだろうね、興味ないのかなと思うんだけど、まあでもホームラン見せれたし、ちょっとかっこいいとこ見せたかまあチャラかはい、ということで前回の夜の時間にいただいてたコメント紹介していこうと思います。コメントテーマで言うと月と猫の月と猫の時間、あ違う混ざってんだよ、月と猫のダンスのね感想ぜひ教えてくださいということで、お話ししておりました。いきましょう。まずはうぬいそか、同時視聴最高でした。あ、僕とねリサの方と一緒にYouTube ライブでね月と猫のダンス見るっていうその配信もありましたね。うぬいそか来てくれてたね、ありがとう。ライブ行けてない&言動変えてない俺からすると月猫変えたのはマジで嬉しかったです。 MV 衣装アレンジ展開とか細かいところまで心惹かれてはしゃぎ回り、月と猫と俺のダンスでした。いいねさようもる、これさよならもるというか、またサブロー雪国アルジャーノンが良すぎてしびれました。今までと比べると月光のエイミー、盗作の妻などの人が亡くなる悲しさより微笑ましい動物たちと会えなくなった寂しさが目立ち、ナブナさんの変化を感じました。見終わった後ヨルシカの凄さに圧巻されて風邪治った気がしますということで、うぬいそかありがとう。いや風邪治ったみたいででね、なんか猫猫ライオンもねこれに返信してくれててね、風邪治ったみたいでよかったですとかっていい交流が生まれてましたね。ということでまあ幻冬とかね、あとはライブ行けなかった人があれを追体験できるっていうのはまずこの円盤化した意味っていうのが最大にあるなというふうに思いますけども、そうだね、月光のエイミーとかね盗作の妻っていうところで言うとその1対1のねこう関係性がちょっと見えるストーリーっていうのがよろしく多かったですけど、それこそね月光再演もそうですし、まあ盗作のライブではそこまで出てこなかったんだけど、まあ盗作っていう作品自体にはそういうストーリーあってね、確か盗作のライブではねバス停に立ってる女の子みたいな、あ男の子だったかな、ちょっと記憶が薄れちゃってるけど、そこもね幽霊とその現世の人間とのお別れみたいなところを描かれてましたよね。確かに確かに、それに比べると今回の月と猫のダンスっていうのはまた違うアプローチだったんじゃないかと。でねこうその YouTube 公開、あブルーレイの発売、あ YouTube の公開かな、公式からねナブナさんのコメントっていうのも出てて、なんかその鏡はなんかそのこういう意図でしたよみたいなお話あったんですよね。だから自身の創作っていうのをどういう風に捉えるかっていうところで、まあ鏡は非常に重要なものだと。でそれで言うとね、前回の前世でもね鏡っていうのは出てきましたから、まああんまり言うとネタバレというか、これから前世楽しみにしてる方もいると思うんであれですけど、鏡っていうのが大事っていうのはなんか腑に落ちる言葉でしたよね。まあそういった意味でこう動物たちと、まあ、画家の関係値っていうところ、まあその最後はね動物がピアノを弾こうとしていたんじゃないかっていうところに落ち着きましたけども、あれをねこう模倣の、まあ意味で言ってるっていうところで、こうやっぱりエイミーがまだ、あ違うエルマがエイミーにまだこうちょっと取り憑かれてるじゃないけども、模倣がやめられてないっていう表現なんじゃないかとかね、いろんな楽しいコメントもたくさんありましたね。これはさらによろしく追っていって、このストーリーがどういう着地をするのかっていうのはもうちょっと見ていきたいところですね。はい、うぬいそかありがとう。いやうぬいそかもすごい楽しそうに見ててよかったわ本当にね。続きましてセリさん、一言で言うと音楽と演劇を同時に楽しめた今までにないライブでした。有明アリーナで見た月猫は生の楽器の音や村井さんの演技をその場で見ることができて、とても感動しました。また円盤を見た時に遠くてあまり見ることができなかったスイさん、ナブナさんの服装を見れて大満足でした。月猫のライブを見て思ったのですが、死の糧の MV に男性と女性が映っていますが、その女性はスイさんが演じた元恋人と別れる前の生活を描いているのかなと思いました。猫背さんはどう思いますでしょうかということでね、鋭いコメントが来てますね。なるほど、まあ、死の糧、そうだね、絵を描く人と
ていうところを女性とっていうところで、確かに確かに、うん、だから時系列がねすごい難しいなと思ったの。そのまあ急に別れたんだよねっていうところから月猫も始まるし、じゃあその前にあったストーリーって一体どこなんだろうっていうね。うん、幻冬はね、動物たちの絵で構成されてるってこと、まあ別れた後の作品になってるわけだからね。だからいつかそこが保管されるこうストーリーっていうのが埋められるのかななんて個人的には思ってますけどね。確かに地の果てはでもその通りなんじゃないかなってなると、やっぱりあの左右網とかもそうだよね。あの女性をずっと映してる、定点で映してる映像で、まあ、男性がこう絵を描いてるようなあの感じになっていたと思いますけども、どうなんですかね。まあなんか、まあ花が散ってく確か演出だったよね、地の果てってね。だからそれがこう二人の関係性の終わりを示唆してるというか、一つずつ何かが散っていってしまってるよってことだったのかもしれないしね。に考えるとやっぱりこの指摘はかなりいいとこ行ってるんじゃないかなって思いますね。難しいね。なんかでもやっぱり独特なストーリーだよね。その死別じゃないんだっていう、あのまあ男女の関係値で、あの恋仲でそこがちょっとうまくいかなくてお別れしたっていうところで、死別じゃないっていうのはエイミー・エルマみたいな別れ方じゃないし、盗作のね、あのおじさんとあの奥さんの別れ方じゃないしっていうところで、やっぱり今までにない展開ではあったよね。だからそういう意味で言うと、地の果ての、演出とか、あとはその歌詞っていうのも深く見ていくのもさらに面白いのかななんて思いましたね。ゼリーさん、コメントありがとう。続きまして、猫様、お、なんかアイコン変わったね。感想、映像が綺麗で素敵な作品でした。僕が見に行った公演とは違う役者さんでした。そうだね、今回の月と猫のダンスっていうのは、もともと終わってたやつをまた再編成してやってるみたいなライブだもんね。僕も仙台で見に行った時の役者さんと違う役者さんなんですよね、村井さんは。はいはいはい。だ猫様も多分そうだったのかな、地方別なとこのライブでとかなのかな。聞き取りやすい声で、帰りに帰れとかつまらないこと言わせんなで少し笑ってしまいました。これね、俺も会場で笑っちゃったよ。元恋人役水さん、演技力すごかった。曲も背景映像も月猫の世界に入りました。絵を描いているので朗読の内容などいろいろ響きましたということで、ね、いい感想だね。元恋人役ね、まあ前も喋ったかもしれないけど、元恋人役はその会場がざわついたのなんか今の声みたいな、でもなんだ確証がないみたいな、で俺とかは周りの人は水産じゃねって なってて、いやでなんだあれってなんかこうざわざわしてて、で誰かがね、なんか確かに、いや水産だと思うんだよなって言ってて、俺もそう思うんだよなとかって聞いてたんだよね。で最後なんかツイッターかな、で元恋人役水っていうのがなんか書いてあって、水産だったじゃんみたいな、なんかどんでん返しみたいなね感じになってたよね水産上手ね、声優とかも挑戦されてるから、あとナレーションとかもやってるもんね。そういう意味で水さんもね、なんか着実にこの数年間でステップアップしてるというかね、さらにパワーアップしてらっしゃるっていうのが、この月と猫のダンスで感じられましたよね。いやー、帰れは本当に面白かった猫様ありがとう。続きまして、猫猫ライオン、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。嬉しいわ。猫猫ライオンにも祝ってもらいました。友人からのプレゼントも嬉しいですが、やはり自分のことを昔から知ってくれている親や親戚からのお祝いは心に染みますね。ほっこりしました。ありがとうございます。前回ね、ちょっと紹介させていただきました。月と猫のダンスの感想、ライブでは気づかなかったスイさんのパフォーマンスや、ナブナさんのアドリブ、村井さんの演技など細かい部分も見ることができて改めて感動しました。これね、僕も思いました。スイさんがさ、社用の時にさ、僕らは目も赤ぬままの時に、あの目のところに手を置いてるって初めて知って、円盤でめっちゃいいなって思いましたね。アドリブだったりとか、いろんなものがありましたね、ライブならではの部分。しかしヨルシカではない人間が介入することで作品に与える影響は大きいんだなと実感。
ヨルシカ大好き人間としてはこれからはラブナさんが朗読する従来の方を貫いてほしいなと思ったのが本音です。子さんの嫌な考え方かもしれませんが、ちなみに今回のライブで個人的に一番好きな歌詞は雪国イサナの流れです。いいね、スイさん歌姫。ここはもう素材の味を生かしたあの塩コショウでいただいてくださいの ステーキみたいなね確かに確かに。余談ですが、今年はキティちゃん生誕50周年なので各地でイベントやってますね。渋谷にもクソ出かけキティちゃんがいます。ちなみに僕はポチャ講師です。ポチャ講師来た。猫背さん最近ポチャっ子にちょっとね、あの心揺れてますあのバットバツマルくんのヘアバンドとか使ってんだけどね、バツマルくんもしかしたらちょっとやばいです、傾きそうです。はい、いやー、なるほどね。まあちょっとこのヨルシカ以外の方って、今回はね役者さんがこう介入するという形でしたけども、これに関してはね、俺も正直ネコネコライオンと全く同じ意見。俺ツイートをしちゃったんだよね、ポストしちゃったんだけど、まだナブナさんの朗読が世間にバレてない嬉しさもあるんだよねみたいな、僕はポストをしてしまって、ちょっとうざいかもしれないですけど、もちろんね、村井さんの演技とかっていうのもすごい良かったし、ヨルシカの表現の幅が広がったのも事実で、なんだろう、すごいそれとまた別なベクトルでこう感情があるというかさ、やっぱりそのナブナさんがこう物語の語り手というスタンスで、あのストーリーテラーナブナのポジションでライブが進んでいく感動っていうのはすごいあってね。だそれで言うと前世じゃない月光とかがまさにそうだよね。うん、初めてヨルシカのライブ見に行った時もさ、何月何十何日ヨルシカですってあのナブナさんがこう言う、あの瞬間から鳥肌がやっぱり立ったし、でやっぱ声が入りやすいからね、こう聞いててすごい世界に没入感も あるというか、その良さは俺もあるから、だから次の前世でね、それがどうなるのかなっていうのは非常に楽しみなところではあるんですけども。そしてまあ雪国イサナコンボ、これは僕もポストしましたけどね、これは修二とアキラですね、本当にね、伝わらない方本当にすいません。ネコネコライオンコメントありがとう。いや、たくさんコメントもらいましたね、ありがとうございます。まあやっぱみんなすごい楽しんでてよかった俺別に作り手じゃねえけど、なんかこうね、あのプレミア公開見てましたけど、コメントでもね、すごい海外の方とかが盛り上がってらっしゃって、やっぱヨルシカのねこう魅力っていうのが大きく波及してるところなのかななんて思いますしね。まあファンの方はそれでね、まあ現代社会のこうストレス社会ですけど、少しでもそういうのから解放される瞬間っていうのが増えているんだなと思うと、なんかほっこりするような、そんな気もしますね。はい、いやー、また見ようありがとうございました。じゃあ次回のコメントテーマ発表したいと思います。次回のねコメントはどうしようかな。まあでもアポリアが解禁されたので、ちょっとそのお話みんなに聞いてみたいなと思います。アポリア、新曲アポリアが発表されました。アポリアの感想、ぜひみんなからの感想ですね、一緒にああでもないこうでもないってお話ししたいなと思いますので、ぜひぜひお送りください。お待ちしております。ということで、夜の時間エンディングのお時間です。実はさ、話忘れてたんだけどさ、僕のおじさんがね、なんかその町のちっちゃいこうライブイベントみたいな、まあ音楽をちょっと盛り上げようみたいなちっちゃいね、本当規模のものだったんだけど、そこでね歌っててね、62歳かな、歌っててギター弾いてね、フォークソングをたくさん歌ってたんですけど、なんかこう60代になっても楽しいことっていうのを追求してるっていうのは、なんかすごく素晴らしいことだななんて感傷に浸って偉そうにね思ったりして、おじさんの歌声っていうのも本当久しぶりに聞いてね、なんかかっこいいなって思いましたね。なんか元気そうですごく良かったです。なんかやっぱりこう生きていく上でね、自分の好きなことっていうのは、例えばそれがプロでもアマチュアでも何でもよくて、こう生きる糧にね、そうやってこう楽しみを持っていくっていうのはなんかすごいいいことだし、俺もそういうの見つけられたらななんて思いましたね。すごいかっこよかったです。ナブナさんもね、曲作ろうぜ、なんか俺あんまり好きじゃないんだけど、その作曲ヤクザとかって言うじゃない、
でもあれって 本質的にはさやっぱりその自分の楽しいものを見つけようっていうところが大きい気がしてて、なんかそれをね改めておじさん越しに感じたりしましたね。いやーなんか今からテレキャスで弾いちゃう？なんかちょっと難しいか。ではまた次回もよろしくお願いします。夜の時間お相手は猫背でした。また。